道路交通情報、中徳グループとボートレース徳山がお送りします。おはようございます。日本道路交通情報センターからお伝えします。はじめに周南市内の国道2号線が事故のため通りにくくなっています。国道2号線は九州方面に向かう下り線の周南市三田川付近で車3台による事故のため午前7時13分から車線が規制されています。現場の警察官の指示に従ってお取りください。このため渋滞がひどくなっています。時間にゆとりを持ってお出かけください。次に高速道路の状況です。中国道や山陽道、それに関門橋は順調に流れています。天候に伴う交通規制もありません。九州道は霧のため区間によって最高速度が50キロまたは80キロに規制されています。標識に従って通行してください。続いて山口県内の一般道路の状況です。主な交差点の混雑状況です。周南市内の国道2号線は事故の影響で桜木付近、周陽1丁目付近で九州方面に向かう下り線が1キロ以上渋滞しています。三田川交差点もおよそ500メートル混雑しています。下関市内の国道2号線は院内交差点で上下線が混雑しています。ところで道路工事のため山陽小野田市内の国道190号線が夜間通行止めになります。国道190号線は山陽小野田市羽生で上下線とも12月4日と12月5日のいずれも夜10時から翌朝6時まで通行止めになります。現場の指示に従って迂回してください。なお天候により順延になることがあります。さて今朝は霧のため見通しの悪いところがあります。周囲の人や車の動きにご注意ください。日本道路交通情報センターの藤本がお伝えしました。道路交通情報、中徳グループとボートレース徳山がお送りしました。道路交通情報、ホンダカーズ山口中央の提供でお送りします。道路交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。はじめに周南市内の国道2号線の事故に伴う交通規制が解除されました。国道2号線は九州方面に向かう下り線の周南市三田川付近で事故のため通りにくくなっていましたが午前8時2分にこの規制は解除されました。なお車線規制は解除されましたが朝のラッシュとあってまだ混んでいます。時間にゆとりを持ってお出かけください。次に高速道路の状況です。中国道や山陽道、それに関門橋は順調に流れています。天候に伴う交通規制もありません。九州道は南関インターと熊本インターの間が霧のため最高速度80キロに規制されています。代わって山口県内の一般道路の状況です。道路工事のためこの後通りにくくなるところをお伝えします。国道2号線は周南市桜木1丁目で午前9時から午後4時まで九州方面に向かう下り線が規制されます。国道9号線は下関市前田町で院内方面に向かう上り線が、下関市壇の浦町で下関駅方面に向かう下り線が午前9時から午後5時まで規制されます。通行人ご注意ください。次に道路工事のため近名道路が夜間片側の交互通行になります。県道岩国久我線の近名道路は岩国市柱野で今夜9時から明日の朝6時まで片側の交互通行になります。また岩国市久我町近名地で12月4日の夜9時から翌朝6時まで片側の交互通行になります。
案内板や係員の指示に従ってください。なお天候により中止になることがあります。日本道路交通情報センターの藤本がお伝えしました。道路交通情報、ホンダカーズ山口中央の提供でお送りしました。道路交通情報。日本道路交通情報センターからお伝えします。はじめに高速道路の状況です。中国道や山陽道、関門橋、九州道は順調に流れています。天候に伴う交通規制はありません。続いて山口県内の一般道路の状況です。まず主な交差点の混雑状況です。山口市内の県道末湯田線は下与田交差点で平川方面からの車がおよそ500メートル混んでいます。次に工事のため山口宇部道路の宇部東インターの入り口が利用できなくなっています。山口宇部道路は山口宇部空港方面に向かう宇部東インターの入り口が12月22日の午後4時まで昼夜を通して利用できなくなっています。案内板などに従って迂回してください。ところで工事のため今夜片側の交互通行になるところをお伝えします。まず国道2号線です。国道2号線は脇町脇で今夜10時から明日の朝5時まで、岩国市久賀町野口で今夜9時から明日の朝6時まで、防府市牟礼と上右田の間で今夜10時から明日の朝5時まで、宇部市吉見では今夜9時から明日の朝6時まで、いずれも片側の交互通行になります。このほか国道191号線は下関市横野町1丁目と福江の間、県道岩国久賀線の金明寺道路は岩国市柱野で、どちらも今夜9時から明日の朝6時まで片側の交互通行になります。注意してお通りください。日本道路交通情報センターの吉村がお伝えしました。道路交通情報、山口県トラック協会と第一線を戦う科学、徳山がお送りします。道路交通情報。日本道路交通情報センターからお伝えします。まず山陽小野田市内の国道190号線が事故のため上下線とも通行止めになっています。国道190号線は午後4時半ごろ山陽小野田市羽生で軽自動車と乗用車2台の事故がありました。このため現場は午後4時33分から上下線とも通行止めになっています。現場の警察官の指示に従ってください。次に高速道路の状況です。中国道や山陽道、関門橋、九州道は順調に流れています。天候に伴う交通規制はありません。続いて山口県内の一般道路の状況です。まず道路工事のため山口宇部道路の宇部東インターの入り口が利用できなくなっています。山口宇部道路は山口宇部空港方面に向かう宇部東インターの入り口が12月22日の午後4時まで昼夜を通して利用できなくなっています。ご注意ください。ところで工事のため今夜片側の交互通行になるところをお伝えします。まず国道2号線です。
国道2号線は和木町和木で今夜10時から明日の朝5時まで、岩国市久賀町野口で今夜9時から明日の朝6時まで、甲府市牟礼と上右田の間で今夜10時から明日の朝5時まで、また宇部市吉見では今夜9時から明日の朝6時まで、いずれも片側の交互通行になっています。このほか県道岩国久賀線の金明寺道路は岩国市柱野で今夜9時から明日の朝6時まで片側の交互通行になります。注意してお通りください。日本道路交通情報センターの吉村がお伝えしました。道路交通情報、山口県トラック協会と第一線を戦う科学、徳山がお送りしました。道路交通情報。日本道路交通情報センターからお伝えします。まず山陽小野田市内の国道190号線が事故のため上下線とも通行止めになっています。国道190号線は午後4時半ごろ、山陽小野田市羽生で軽自動車と乗用車2台の事故がありました。このため現場は午後4時33分から上下線とも通行止めになっています。現場の警察官の指示に従ってください。次に高速道路の状況です。中国道や山陽道、関門橋は順調に流れています。天候に伴う交通規制もありません。九州道の上り線は八幡インター付近で2キロ渋滞しています。続いて山口県内の一般道路の状況です。まず道路工事のため、山口宇部道路の宇部東インターの入り口が利用できなくなっています。山口宇部道路は、山口宇部空港方面に向かう宇部東インターの入り口が12月22日の午後4時まで昼夜を通して利用できなくなっています。ご注意ください。ところで工事のため今夜片側の交互通行になるところです。国道2号線は和木町和木で今夜10時から明日の朝5時まで、岩国市久賀町野口で今夜9時から明日の朝6時まで、甲府市牟礼と上右田の間で今夜10時から明日の朝5時まで、宇部市吉見では今夜9時から明日の朝6時まで、いずれも片側の交互通行になります。また県道岩国久賀線の金明寺道路は岩国市柱野で今夜9時から明日の朝6時まで片側の交互通行になります。ご注意ください。日本道路交通情報センターの吉村がお伝えしました。